というわけで、つばさチャンネルのニッタつばさです。よろしくお願いいたします。今日はもう遅いね。だいぶ遅い。多分0時半よ。過去最遅かもしれない、はい、えげつない時間ですけど、うん、これ、はい、なんでこういうことになったのかね、ちょっと今日振り返ってみようか。振り返ってみると、やっぱりこの麻雀の振り分けが大変だったのかな。まあ一番大変だったのはそこだと思うんですけど、うん、まあ、あと夜にやっぱご飯食べに行ったっていうのもね、うん、なかなか大変なあれではありましたね。翼君が人生初的中したこの競馬の配当で、はい、奢ってくれると、まあそういうことですね。一日担当してくれましたね、今日ね。ワンデイ担当でしたね。一日担当、はい、やっぱこれ気持ちがいいでしょ。まあ体勢はついてきましたよ、そこに関してはね。ね、中途半端にじゃあ夜だけ奢りますよ、はい、ちょっとせこく感じるでしょ、やっぱ。まあまあまあ、そういうことになっちゃいますよね。だからまあ今日も昼夜コーヒー付きで、はい、フルに行きましたね。来週もなんで何かが起きないとダメ。さすがにそれはもう、僕も生活がありますから。翼君、ちなみに人生初的中の、はい、あの宝塚記念を家に帰ってももう一回見たんですか。一応見ましたね、うん、どうでした、もう一回興奮しちゃったの。いや、外側からよう言ってくれたと。もう勝つと分かってるレース見るの気持ちがいいでしょ。まあね、もう絶対に負けるわけねえんだから。絶対飛んでくるから最後、何遍見たっても子供負けないから、これね、リピートできちゃう、うん、あれ負けたっていうのは3回目に負けたとかないから、ね、おかしい。目こすっても目閉じてても勝ってるから、うん、上は気持ちいいですね。面白かったですか。あ、よかったです、あれはね、はい、競馬の熱さ、競馬にハマってる人たちっていっぱいいるけども、うん、その人たちの気持ちがちょっと分かったの。まあそういうことですね。翼君、なんか僕は聞いてびっくりしちゃったんだけど、あの日、はい、奇跡的に翼くんが、はい、麻雀を勝ちましたね。そうなんですよ、ね、奇跡。そんなすごい大きな金じゃないんだけど、はいはい、まあ、完全に競馬の配当の方がさ上回ったんだけども、まあね、はい、まあ、トータルでさ、はい、翼くんいくらぐらい1日でプラスになったの。だから7、でも8とか8万円9とか、はい、ですね。これが人生初なんでしょ、この、まあ、ワンデイ収入で言えばトップですね。バカじゃないの。結果的にバカにされた。死んだ方がいい。死んだ。そんなの10代で経験してます。10代それを30目前の翼くん初めて。パチンコをやったことないですか、翼くんは。まだその岡山でバイトしてる時にパチンコやったことあるんですけど、うん、それでもその先輩と1回行ったぐらいかな、うん、でその時は4万2万勝ちぐらいみたいなことだったんですけど、うん、でもそれっきりですね、うん、本当に更新したんだ。更新はしました、はい、8が。すごいね。いや、そうですね、経験不足ですね、まだまだね。いや、ほんまね、いろんなことで。だからって競馬で食っていこうとは思わないんですけども、うん、はい、ただまあ、ね、やっぱお金を使うとかお金を得るというね、うん、なんせいつも時給で働いてる男だから。まあそうですね、はい、ね、だから時給でウーバーで働いてる時の8万円の収入って大きいのかな、やっぱり。さあ、まあでかいじゃないですか、そりゃ、ね、8日間ぐらいボケっとしてられるのかな、ね、まあかもしれない、もしね、うん、やってたらもう働かなきゃいけない。まあそういうのも経験なんでね、翼君はね。まあそうですね、その、うん、本当にいい悪いとかじゃなくて、うん、経験としては、はい、うん、いい経験でした。ほんで、まあまあこれはね、僕はどっかで発表したいなと思ったんだけど、あ、翼君、吉祥寺スタジオといえばさ、はい、どこでした。吉祥寺スタジオでも僕のもう、うん、お家でございますよ。ね、お引っ越しをするんですか。ああ、一応させていただこうかなと思っております、うん、これはもう僕はやっぱり思うのは、はい、やっぱりほら30目前で、はい、ね、吉祥寺スタジオ、はい、手狭だ手狭だと言ってたわけでしょ。ああ、そうですよ、はい、でもうやっぱり引っ越しをするってことは、うん、ある程度やっぱ広いところに行くわけ、ね、みんなそうですよね。家族ができたら広いところ行くとか、うん、まあ、荷物が多くなったから広いところ行くとか。確かにね、うん、どのぐらい広いのかな。もうこれに関しては前より狭い。どうしたらそうなっちゃうの、まあ、なんだろうね、何かが起こったのかなっていう気がしたけど、うん、駅から近くなったんですよ、うん、ただ部屋は狭くなった、うん、そうなの、なんか化けあり物件みたいな感じなのもしかしたらね、まあ、なんでこれで家賃安いんだろうみたいな。ただ面白いのはね、はい、今までの吉祥寺スタジオより新宿に近づいてるにもかかわらず、そう、家賃が下がる。そうそうそう、すごい。だから新宿に近づいて駅からも近くついて、自己物件だ、自己物件かもしれないでも本当そうなんですよ。なんでここが安いんだろうと思ってそこにしたんで、うん、本当まあ、うん、部屋も今狭くなったって大げさに言いましたけど、うん、言うても本当どのぐらいなんだろう、まあ、ビビったるさ、うん、ではあるんですけど。で本当はこれね、前正面が面白いから言いたいんだけど、さすがにそれはちょっとさすがにさすがにですよ、本当に。まあ後々は吉祥寺スタジオ暴露してもいいけどね。まあそれも面白いからあるけど、もしかしたら、ね、実はここにいたんですよ。はい、まあそれはあの本当、うん、おいおいおい、もしかしてこれロケ地巡りみたいになるかもしれないから、ね、ここあのバカニャムがいたマンションここだよねみたいな。迷惑系じゃん。そうそう、あれ吉祥寺スタジオここだよ。ねえ、もしかして翼くんが100万人以上の登録者になったらそうなりますよ。迷惑だぜ、めっちゃくちゃ。まあね、そういうことあるかもしれないです、はい、うん、でも面白い。でも本当にそうやってね、探せばいくらでもね安い物件って本当ですよあると、うん、でもやっぱりこれからプラスなのはさ、翼くん、壁
壁ドンされなくて済むわけでしょ。おそらくね、うん、あの壁もう詰まって詰まってたからもう間違っても隣の目覚ましが聞こえない、うんうん、でもまあまあなんか部屋数が多いんだっけ。そうなんですよ、まあ、ただあの、まあ、あんまり言い過ぎてもないんだけど、うん、その僕別に角部屋じゃないんですけど、うん、あのなんだろうな両サイドが、うん、隣誰がする。いや誰がする知らないですよ、内見一回行っただけなんで。ただまあそこそこ離れてるし、うん、なんかその壁がもうほんとコンクリートぎっしりって感じなんで、うん、よっぽどそのもうほんと舞台発声みたいなことしなきゃ大丈夫、うん、翼くんうるさいじゃん。まあでもさすがにじゃん、翼くんの声はその壁通しちゃうでしょ。通す可能性ありますけど、まあそれはもうほんとに迷惑かけないようにしますよ。配信する時もだから皆さん分かってくださいって感じですけど、うん、だから今後ね、期待できるというか、うん、まあやろうと思ってるのは翼くんの単独ライブあるじゃないですか。あ、はいはい、これを顔出し配信とかね、うん、そういうことが可能なわけですよ。まあ別にまだカメラがねあればできるわけなんですけども、うんうん、はい、そうですか。いや全然まあ別にいいっていうか、僕はどうなんだろう、その顔出しの需要とあれがよく分かってないんですけど、うん、ちゃんとさ、ほらそういう時は翼くんさ、お風呂入ってさ、うん、顔も洗ってさ、綺麗にマホカンタ取れた状態の顔を見せてあげなきゃいけないよ。マホカンタ取れてもライブ配信中にしてくるよね。また出ちゃってじゃん、うん、やっぱこの持ってんのスキルをね、マホカンタという、いきなりマホカンタを持ってるわけね。いきなりだんだんマホカンタだから僕はじわじわマホカンタだんだん反射が増えていくだけなんで、うん、最初の方がむしろね使えないね、そのバフね。そう、あの最初によこせよみたいな感じだから、あれもうマホカンタ入ってんじゃないか、入ってねえよ、死んだそうなっちゃうでしょそろそろ入ってないのって、うん、まあでもダメだ、割と早めに入ってる、夏は特に早めにかかってきますから、うんうん、ね、まあまあ一応そうですよね、翼くんね、いくら引っ越したといえどもさ、うん、あのカツカツに変わりはないからさ、あもちろん常時エアコンをつけてるわけにはいかないでしょ。あもうだから扇風機で過ごそうかな、なるべく扇風機で過ごすわけですよ。サーキュレーターで僕は過ごそうと思ってる、うん、これ窓開けで過ごすわけでしょで窓開けて配信はできないからこれはい、そうですね。まあでもちょっとね、この、うん、一応はさ、うん、新宿 都心に近づいてくるっていうのはさ、そうですね、今までは市民だったわけじゃん、うん、区民になるのよ。まあ区民になるのかな、ちょっと前に岡山県民だったこんな男が、これはすごいんじゃないの町民市民区民ですから、おすごい成長しますよ、これ一番成長しただ、これ町民市民区民だからね、でもやっぱり一番似合ってるのは県民なんだよね、多分ね。まあ、だとしたら僕は村民、村まで行ったから村民でしょ、だって翼くんね村まで行ったことあるから。あ、そうなの。一応町だから、町なの、郡だけど町だから、うん、珍しい集落じゃないの、集落じゃないの、そうほぼ集落だけど、うん、栄えた集落だから7世帯ぐらいしかいないじゃないですかもっといるから、新田家ほかあと6世帯ぐらいしかいないじゃないいや小学校の3クラスあったからまだそれぐらいあるからまあでもこれはちょっとさ、はい、常にほら吉祥寺スタジオとか言ってくれる人たちっているじゃないですか。そうですね、こういうのはやっぱ報告しとかないと、まあまあぼちぼち変わりますよということをね、うん、はい、言っておきました。そういうことですね、はい、で今回そういう動画、うん、でもまあこれね、実はね、あのゆかめろさんもさ、はい、筋肉マンをやって、あ、そうなんですよね、うん、まあ今一応ね、楽しいの全く知らないでしょ筋肉マンっていうものを ね、女の子が好きかって言われると、ちょっと僕は何とも分からんですが、梶場のクソ力だとかさ、稽古いたりさ、はい、牛丼食ったりする、そうですね、漫画がね、女子に好むわけもなくね、はい、まあ男臭い漫画ですからね、うん、間違いなく。でもまあ翼くんは何気にこの今になって、まあもう7月のこのアニメが再放送するっていうのがもう来週、うん、再放送っていうかもう新放送はね、もうテレビで23時ぐらいだからやりますんで、そんな時に来て、今翼くん筋肉マンにハマり始めてきちゃったもんね。まあ若干片足抱えてる。コミック1巻から5巻まで読んだんでしょ。読みました、はい、5巻まで読んだ。今僕が小学校時代に読んでたものを今読んで、そう、楽しいと言ってるわけですよね。プリンスカメハメすげえってなってるから、今ほらその段階ですよ、はい。だからね、ぜひ今度ちょっとね、筋肉マン好きの人をもうちょっとね、うん、これ、うんうんうん、でタクトの中にもいると思うんですよ、やっぱ筋肉マン。まあそれはいるんじゃないですか。と、うん、僕らほらツイートしたでしょ、ぜひこのギルドに、あ、筋肉マンのギルドに、はいはい、そう、タクト界の方たちね、特に絡んでる人たちなんかは入ってくれると、そうですね、今後まだこれからね、いろいろとあのギルドのイベントみたいなのが出てくると思うんで、はい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 、まあちょっとその中で遊びましょうという、ぜひもし興味あれば、うん、でやっぱりね、まだ現状ね、はい、そんなにいっぱいギルドが乱立してるわけでもなさそうなんで、あ、そうですね、だから意外とタクト民だけで作っちゃってもさ、そこそこのメンバーにまあ、なるかもねみたいなところもあるんじゃないかと思うんでね、はい、ちょっとそういうところも今後積極的に、だから今後ツイートもタクトだけじゃなくなるというね、まあそうですね、うん、筋肉マンツイートが出てくる、まあ、あとはもう新たにね、あの筋肉マンの方で視聴者をさ、うん、ビカキンさんとかさ、カルバン長とかゾロジェさんみたいな既得なタイプのさ視聴者さんを掴んでさ、そうですね、うん、この日曜会を
バランスよく見てくれるとね。あどっちもの民が。そうかそうか。タクト界と筋肉マン界を架け橋。どちらも混ぜたような話をしていこうと思う。あなるほどね。はいはいはい。うん、まあちょっとその辺を見ればいいですね。うん。うん、のがいいなあったらいいなと。はい。まあそういう回ですかね、今回は。そうです。まあだからこういうチャンネルです。まあしばらく日曜会。コンセプト持って喋ったことないからないですね。ピザの話とかしちゃったもんだから、はい、まあ、大体こんなもんでいいんですよ。はい、うん、まあそういうことでしましょうね。今回はこんな感じですかね、うん、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。